明けましておめでとうございます。ガードメンテラボキネです。今年もどうぞよろしくお願いします。今日はですね、元旦ということで、今ね、うちに来てくれているスポーツ少年少女に、まあ、言っておきたいことを言いたいなと思います。そして今日しか言えないことですので、今日言っておきたいなと思いました。1年の計は元旦にあり、そんなことわざがありますが、こう1年の計画を今日立てる、そういったことがこの1年をどう過ごすかがこう関わってくるんではないかなと思います。例えば毎日続けることがあると、こう精神的にも肉体的にもいいと僕はすごく思っています。毎日続けることを決めるのに一番決めやすいのは今日なんですね。この元旦のこの日に決めて、そしてやり続けることが一番続けやすいのではないかなと思います。ですので今日、まだ今これを撮っているのは11時半です、すぐ上げますので、ぜひね、この残りの12時までの間にやることを決めてやり始めてしまえば、今日から365日続けるチャンスになるのではないかなと思いますので、ぜひね、やってみるといいのではないかなと思います。ストレッチの毎日 LINE のグループの方もですね、今からでも入りたいと言えばすぐ入れますし、そういったことを続けていくでもいいですし、毎日本を読むでもいいですし、毎日体幹トレーニングをするでもいいですし、毎日がハードルが高かったら週に3回は何かやるでもいいので、今日のうちにね、この1年何を頑張っていくかということを考えていくのと、いけば考えていくといいのではないかなと思います。そしてですね、まあコロナがまだまだ続く、そういう環境の中でですね、すぐに収束する、そんな風な期待を持つこともいいのではないかなと思うんですが、最悪また休校もあり得る、大会もできなくなってしまう、練習も危ぶまれる、そんな時に自分のね、こう基礎となるものを作っておくことが、どんな状況になった時でもブレない自分を作ってくれるのではないかなと思いますので、ぜひですね、今日考えて始めてもらうといいと思います。今ジョギングをしてきてお風呂に入ったばっかだったので、ちょっと汗がすごいんですけどね。では今年もどうぞよろしくお願いします。感じです。